たぬきごはんは、日本のお笑いコンビ。松竹芸能及び、漫才協会所属。2011年中に、ピン芸人だった堀と、ジャパニウムを解散したシシクラによって、たぬきごはん結成。シシクラから声をかけて結成した。2016年の M-1 グランプリで、準々決勝まで進出。本と漫才共に演じている。主にシシクラがボケ。 堀がツッコミで、かつては、ネタの途中で、マイクから離れて、相方のシシクラと共に、ステージ隅に座り込み、シシクラを悟すような会話をする、といったようなネタのスタイルがあり、2015年からは、一部で、ボケとツッコミが逆転したようなネタも見せていたことがあった。その後同年からは、堀が、西恩寺ややう、シシクラがその執事というキャラクターに噴しての漫才も、披露している。 この中では、両ウがシシクラに、無茶ぶりでネタを振るという流れもある。サイオンジアヤウとシツジのキャラ設定のネタは、ホリが着物を着た時に、先輩から、地主の娘とシツジに見えると言われたことがきっかけだった。なお、ホリは、ツイッターのアカウントを、自分のものの他に、2017年4月からサイオンジアヤウとしてのアカウントのものも持っている。なお、サイオンジアには、 執事の子倉の他に、バーヤーもいるという設定になっている。2019年の女芸人ナンバーワン、決定戦ザ・ W には、両ウとバーヤーのコンビ、サイオンジ家の物語で出場した。2020年頃からは、選挙立候補者風の設定の漫才を多く演じている。ネタ作成については、やりたいことと、その設定については、 堀がネタを工夫して加工するのは獅子倉がそれぞれ担当している。2017年3月4日、狸ご飯発単独ライブ、雲にたたずみ虹を描くを開催した。2018年10月より漫才協会に所属することとなり、同月浅草東洋館上席から同協会の上席工業にも出演するようになった。2020年度漫才新人大賞本選進出。 ABCDEF ビックラボンの365日芸人日記お嬢様と出事の漫才でブレイクを狙う男女コンビのたぬきご飯サンケイスポーツ2017年2月5日閲覧 ABC 人よづけ2019年1月28日放送会フーテレビ2019年8月24日閲覧 ABCD ビックラボンの365日 芸人日記、お嬢様と出事の漫才でブレイクを狙う男女コンビの、たぬきごはん。サンケイスポーツ。2017年2月5日閲覧。ジャパニウム。シシクラタカオの、西船橋ウェッサイ。2015年2月15日閲覧。ABCDE 公式プロフィール参照。プロフィールの特技が気になる芸人を呼んでみよう SP。芸人報道番組公式サイト。 2015年2月15日閲覧。AB、卒論ナイト。株式会社スクラップ。2015年9月24日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月15日閲覧。AB、ビックラボンの365日。芸人日記、お嬢様と出事の漫才でブレイクを狙う男女コンビの、たぬきごはん。3K スポーツ。2017年2月5日閲覧。 AB 芸人名館、堀優子より、AB215 撮影会、三角図割りで失礼します。2015年2月15日閲覧、など、一段落、三角図割りで失礼します。2015年2月15日閲覧、10-111回戦、東京13テップコホール、M-1 グランプリ2009、2016年12月30日、閲覧、 ドラゴンクエスト10第2期初心者大使、堀優子のコミュニティより、諸畜シスターズ、芸能人女子、e スポーツクイーン決定戦 EQ リーグ、2018年5月30日閲覧、馴染まない、堀優子オフィシャルブログ、2019年8月24日閲覧、AB、神人へ2019年8月12日放送会、グーテレビ、 2019年8月24日閲覧。たぬきごはん、堀ゆう子堀ゆう子お知らせ、紙在庫を展示する回あります。ツイッターより2021年3月15日、閲覧。ミントン主催今日、プロットでに連勝した芸人が、最強ライブ。ラフメーカー。2015年2月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年2月15日閲覧。など。 たぬきごはん掘りツイッター2015年11月19日、サイオンジあやう、ツイッター6時2019年8月26日、超高もみツイッター5時49分2019年9月6日、小畜芸能新宿角座2017年3月4日、たぬきごはん初単独ライブ、雲にたたずみ虹を描くから、小畜芸能たぬきごはん掘りツイートツイッター2018年10月7日、 インク、ナターシャ、ニャンコスター、は、マコ、テラコラ出場、漫才新人大賞本選、11月に、浅草東洋館で開催、お笑いナタリー、2020年10月14日閲覧、金曜プレミアム爆笑そっくり、モノマネ紅白歌合戦スペシャル2016年5月6日、グーテレビ、2016年5月8日閲覧、モノマネパフューム出た、金太郎、 オフィシャルブログ。2016年5月8日閲覧。爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦2017年6月2日。放送会。グーテレビ。2017年6月3日閲覧。たぬきご飯掘りツイッター2017年6月2日。トンネルズの皆さんのおかげでした2017年1月19日。グーテレビ。2017年6月3日閲覧。 水曜日のダウンタウン2017年8月23日放送会。グーテレビ。2017年9月3日閲覧。神人へ。2019年6月27日放送会。グーテレビ。2019年8月24日閲覧。2016年4月16日放送。TBS ラジオ。2020年5月23日閲覧。 2017年12月22日放送 TBS ラジオ2020年5月23日閲覧2018年4月20日放送 TBS ラジオ2020年5月23日閲覧2020年9月18日放送 TBS ラジオ2020年9月26日閲覧2021年1月15日放送 tbs ラジオ2021年1月23日閲覧ウォーライブライブ情報ユニットライブ10年一1トップボリューム1アーカイブド2017年3月22日アットザウェイバックマシンありがとうございます